北川真は、日本の脚本家、演出家、監督、シンガーソングライター、俳優。2009年12月に、横浜キッドブラザース復活作品、悲しみのキッチンで、脚本家、演出家としてデビュー。神奈川県横浜市生まれ、日本演出者協会会員。1995年より、バンド、波動で、 作詞、作曲、ボーカルギターハーモニカを担当し、原宿ルイド、四ツ谷フォーバレー、クラブチッタ、川崎などでライブ活動を行う。また、ホテル新潟において波動クリスマスライブを行う。音楽活動を行いながら、俳優として、数々のドラマ、映画、舞台作品等に、精力的に出演する。俳優としては、2001年ヤクルトホール公演。 藤代清治の舞台、ケロ4の冒険ケロ4の声を担当し、活動を一時休止する2009年に復活し、2011年より渋谷ルイド K2 タにて現在まで、ライブ活動を行っている。2015年から2016年は、大病を患い入院を繰り返し治療に専念する、年になる。2017年は、この体験を生かし再出発の年にするとの意気込み。 2017年、北川真は、音を見せるステージ。ライブシーンに寄り添うサウンドソングスを展開する。第一弾として、アニバーサリーソングスクシアキソウルの音源化と、ステージ化を企画中。再び真の熱い魂の叫びの波動をステージに、放つ。新たに、制作企画事務所横浜キッドブラザーズを立ち上げる、予定とのこと。ありがとうございます。